ラジオネスをね、今日もやっていくんですけど、今日は、ドン、ドン、ドンと、はい、20勝しましたということでね、20勝チャレンジなんですけど、200回目、20勝することができましたなんですけどね、デッキは、なんと、ペッカ工場です。はい。ということでね、ペッカ工場で、20勝、できたので、そこをね、解説していきたいと思います。で、まずね、負けたデッキ、20勝2敗だったんですけどね、負けたデッキ2つ解説すると、枯渇とか、ババゴヤスキャラ、ではなく、このね、見てください。ジャイトリトンハンターと、ゴレトリトンハンターということで、ね、まあ、これに全部に当てはまっているのは、ファイボ、ヒースピートリトンハンター、ダクネ、プラスの縦ユニットですね。うん、まあだから、この形の系のデッキがなんか割ときつかったですね。うん。なんかジャイとかだから、ゴレとかだから勝てるでしょうってね、俺も思ってたんですけど、割とやっぱトリトンで引っ張られて、自陣に寄せられてハンターでこう、ぶったたかれてね、なんか、そんな感じで結構きつかったですね。なんですけど、他はね、結構勝つことができたということでね、リプレイを4つ解説していきたいと思います。あのね、マジでね、ペッカ工場、今、マジでね、やばいっすね。本当に、まあ、ババゴヤスキャラが超多いんですよ。一番多いんで、多分、デッキの中でね。ババゴヤスキャラには当たり前に勝たなきゃいけない。で、枯渇とかが結構いるんですけど、枯渇にも結構、まあ、いるんで、勝たなきゃいけない。で、たまに引いたクロスには、まあ、負けてもしゃあない。まあ、一回回ってね、クロス三回引くことはないんで、クロスには負けてもしゃあないぐらいなんですけど、他の結構タンク系ですね。やっぱり、ゴレ、ジャイ、ロイジャイですね。特に負けすぎると、今、俺みたいに2敗ついて結構危ない感じになっちゃうので、ね、まずね、このね、バルーンと、ディガーウォールブレイカー、そして枯渇と、この、ババガイスキャラですね。があるんで、先にババゴヤスキャラから解説していきたいと思います。結構見たい人が多いと思うんでね。でポイントなんですけど、ババゴヤ出されるんですよ、絶対に。でその時にね、ポイントなんですけど、ハシマイペッカですね。うん。ババゴヤにハシマイペッカされたらペッカ止まっちまうじゃんって思う人いると思うんですけど、そもそもね、ババゴヤに対して、こう、7入りでこう、相殺できるんでね。別にババゴヤがずっとこうやってババ流れてくるのがうざいんですよ。そうなんで、結構、このババゴヤに対してはね、ケスペッカ、してあげるのがね、結構いいと思います。はい。で、マルチでも結構この動きを見たので、ババゴヤに対しては、ハシマイペッカで絶対正解ですね。他の動きはなんならダメまである。うん。まあ、そんな感じでね、見ていくんですけど、まあ、ここはまあ、マツキを倒してくれて、ちょっとアドがね、取れてる。で、しかも、ここ、ババゴヤ出てきたので、ハシマイペッカしていきます。よいしょ。で、何がいいかってね、こう、ババを2体倒して、まあ、こう、ババゴヤにたどり着くまでね、もう一回ぐらい、こう、ババのウェーブが来るんですけど、言うて、なんかそんなきつくないんですよ。そう。ババゴヤだけでは、タワーの火力と、ババだけではね、そんなペッカは死なないんで、プラスで出される、その、スケドラであったり、マスケであったりに結構縛かれるんですね。うん。なんで、このようにね、してあげてって感じですね。うん。で、一回押さえて、ゴーストですね。ゴースト。からの、工場。バーン。からの U の追加かな。は、しないと。まあ、ここはね、デリバリーと多分タルババがあったんで、まだしないという感じですね。結構俺がやるゴースト先行の工場からの U の追加。これが、この3点セットがね、もう黄金の形なんですけど。まあ、まだ序盤なんでって感じですね。決め切るには早いと。いったところで、こう、ちょっと U の後ろ目に出して、こう、ダッシュがね、デリバリーに当たんないようにしてあげて、丁寧にって感じですね。で、これにババア出してきたんで、そう、で、ケツエレキと被っちゃったんですよ。これ超まずいですね。本当はね、速攻で、ペッカ当てて逆サイゴーストとかね、ぶん投げれば結構相手も困るんですけど。まあ、そんな感じですね。まあ、ペッカ出して、相手はマスケか絶対スケダラ出してくるんで、そこに対してポイズン打っていくって感じですね。うん。さあ、救急車も来たところでね、ポイズン打っていきます。はい。で、ここですね。一旦、まあ、ポイズン打ってステイという感じで、ここからは、相手が、相手から動いてくるので、こう、相手がね、スケラ打ってくるまで待ちます。で、リクーニと来たら、こうやって基本的に工場で逆サイ誘導して、ザップとかね、エレキとかで、リセットしてあげてって感じですね。うん。で、こう、逆サイ連れていくとね、タゲ外れるので、で、しかも、釣った工場がね、炎に入って結構ダメージ与えられる。うん。ハシマイユニットプラススケラって、やっぱ8エリとか9エリ使うんで、そう、そこにポイズンとか打ったらね、やっぱ防衛のエリがなくなるんですよ。そう。なんで、まあ、こういうところにスキャラ打たれても、ゴーストとエレキがあるんでね、簡単に完封できるといった感じでね。まあ、これゴースト、攻めに使います。ここにポイズン打ったら間に合わねえだろうっていう感じでね、ゴーストを速攻で飛ばしていきます。まあ、そんな感じで、こいつをマジャチェ貫いて、グッドゲームと。はい、いう感じで、まあ、このようにね、ババゴヤに対して、端前にこう、ペッカをパンって出してあげると、結構、なんですよ。
こうなんだろう、きつくないんですね。本当に攻撃がきつくなくなる途端に。で、打ってきたスケラに対しては後ろマジャージュとかでね、出してあげて、こうシュパシュパしながら、あの右角角っこの方にね、もう一体リクエリットコースが言うのですねが理想、うん、を出してあげると、あら不思議と、このように勝てます。はい、結構余裕を持って勝てるんでね、うん、ババゴヤスキャラなんならおやつまであったっすね。これの立ち回りを覚えてから、やっぱ真似をするって大事ですね。はい、なんでこの、ま、立ち回りを真似をしましょうと、いったところで次、枯渇です。枯渇、いやー、こんなおい、ポイズンとザップしかねえからバレル抑えらんねえじゃねえかと思ったそこのあた、これを見たら抑えます。もう丸太あるんじゃねえかってくらい抑えられるんでね、あのぜひ見てほしいですね。はい、でここまず始まりきて、というのでね、しばいていくと、でこうナイトとかで拾われてからのバレルがめちゃくちゃめんどくさいんですよ。ほう、なんでこのようにね、ペッカを出して、もしバレルが来たら左下あたりにエレキを出して、こう敵陣に行く頃にはこうエレキペッカの形が作れてるようにっていう思ったんですけど、ちょっと寄せてきたんでね、これなら完封できると思ってゴースト出しました。はい、でここで、マジアチャですね。マジアチャ、まあ、ここは別に狙ってアイスピスったわけじゃないんですけど、たまたまね、たまたま、さすがに、さすがにね。で、ここ、マジアチがいて、工場を、インフェもないんでね、工場をぶっ刺していったんですけど、相手の防衛がうまいということで、ウッドのノックバックからの、この、ナイトでね、簡単に止められます。で、ここ、ここなんですよ、大事なのは。ここは相手見てください、バレル持ってるんですよ。ここで、この半分ぐらいのナイトを自陣に入れちゃうと、俺はこのエリクサーがないんで、しかないんで、ザップじゃバレル開けせんですよ。だからナイトを言うので受けて、こうバレルをね、ザップで押さえたとしても超入っちゃうんですね。なんでここ大事なのが、あの U の先にね、こうやって出してあげることによって、相手はね、先に受けから入んなきゃいけないんですね。でしかも自陣に入れてないから、もしバレルが来たとしても、ザップを打つだけでどうにかできるという感じで、このギャングにね、ザップを打ってあげれば、なんと、縦ユニットがいなくなるので、こうバレルを単体で飛ばすしかなくなるんですね。そうなので、こうエレキでズシャンとしてあげることによって、下の、バレル一発で抑えられます。はい、まあこんな感じでね、できるだけバレルにはザップを打ちたくないんで、こうザップとか回していって、縦ユニットをね、溶かしていく感じでやってあげると、あら不思議という感じですね。はい。ここはまあプリンがあるんで、まあさすがに初めプリンはしないだろうな感じなんですけど、もうこれケツペッカですね。やっぱこうバレルを、あの、このケツペッカポイントなんですけど、バレルを抑えた後は、ゴーストとかマジャチャとかそういう範囲系ユニットですね、逆サイなんだろう、ギャングとか来ても、ギャングバレーとか来ても、このゴーストとかマジャチャ許容できるような手札だったら、ケツペッカしちゃっていいです。はい。で、まあ、ギャングとかインフェで抑えられるから、ペッカ出さなくていいだろうと思った人いると思うんですけど、やっぱペッカを出すのが大事で、あの、このようにね、プリンとかに合わせられたらもう最高ですね。で、こういうところ、ゴーストとか、合わせていって、はい。で、このようにね、あの、マジャチャでぶち抜くんですよ。で、そうしてあげると、ペッカが渡る頃には、インフェがね、なくなるんで、相手からしてもね、超絶受けにくい。で、見てください、この形よ。はい。もう、ペッカマジアチャとゴーストもこう、地獄でしょ、相手からしたら。どうやって受けんのって。ただ、相手もね、ここ上手くてね、受けられるんですよ。なんと、これが、やばくないですか？もう、マジビビった。バレルにちゃんとね、ザップまで打ったんですけどね。ギリ、ギャングで受けられて、まあ、ただね、ここはアド取ってるんでね、3アドぐらい取ったかなーっていう感じで、ケツペッカですね、もう一回。で、相手は悟って、グッドゲームを押すという感じですね。あ、グッドゲームじゃない、笑ってたわ。はい、グッドゲームをしてましたね。で、ゴーストこうやってやって、左右に振っていって、また、こう、じゃん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 っていう感じですね。なんですけど、相手がね、このマジアチャ貫かれたくないから、こう、1マス低めに出したんですよ。そうすると、工場が入るという感じでね、あら不思議ですよね。あら不思議。うん。で、ここもザップを打っていくって感じかな。さあ、で、俺はナイトをぶち抜きたいんで、マジアチャをここに出します。はい。そういうことによって次のポイズン圏内まで、持っていくことができて、めっちゃ圧勝ですよ。もう、なんならこの99のタワーが2500に戻ったとしても、もうね、まだ有利みたいな。もう逆サイ1000まで削れてるんで、まだ有利です。っていう感じでね。はい、GG ということで、まあ、こんな感じでケツペッカしてマジアチェ貫くとか、あとはね、それまで相手がバレル飛ばしてこなくて、こう守り、ガン守りから入る、するじゃないですか。例えばですけど、後ろ逆サイプリンから入ってきて、マジア、ナイトとか出して、ギャングとかでインフェも出せるってなると、マジアチャを出すんですけど、そのペッカの前に工場とかもつけてあげると結構ね、インフェ余計になるんで、ね、そんな感じで受けてあげて、まあ、ペッカマジアチャ、バシ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 って感じでね、結構いけます。はい。はい、続きましてね、ディガーウォールブリカーですね。ディガーウォールブリカーやっていきたいと思います。これもね、ウッドだったらもっと楽なんですけど、デリバリーになったことによってね、あの、ナイト、ディガー、ヤリゴブ、ボムター、そしてもう一枚ね、受けが追加されるってことでね、非常にきついんですけど、まあ、ここのね、立ち回りを、確立させればね、割と、そんなにきつくないということでね、相手が結構めちゃくちゃうまかったんですよ。だけど勝つことができたんで、まあだから普通だったらね、もっと楽に勝てるのかなといった感じでね、うん。
で最初はまあこのようにゴーストというのを左右に散らしていって、まあ様子を見ていくって感じですね。ただここも入っていくと、はい、美味しいと。でここは、ウォールブレイカーを抑えていって、左ザップとか思ったんですけど、槍ゴブに対して打ちたいんで、ここはね、コウモリが単体で来るんで我慢しましたね。うん、さあ今ここでザップを打っていって、工場で逆サイ釣りと。まあ、この工場逆サイ釣りはまあナイトの受けもできるし、こうやってボムタワーを引き出すこともできるんですよ。そうなんで、結構受けをしてからも相手のエリクサーに咲かせられるみたいなね。結構、まあ防衛ウォールブレイカーみたいなと同じような感じですね。受けながらも相手にエリクサーを咲かせるっていう。さあ、ってことで、まあここタゲ取らしてからワンチャン来るかなと思ったんですけど、来ないんでね、ケツペッカしました。もしここで逆サイね、ウォールブレイカーとか来ても、で、対応できるようにね、言うの構えてました。はい。やべ、今日めっちゃ神々っすね。めっちゃ神々。もう下に口内炎できたんですよ。もう、言うのみたいな感じになっちゃうんですね、本当に。はい。なんですけどね。まじゃじゃ、こうやって、ね、出していきます。で、やっぱね、デリバリーだとね、こことかね、簡単に押せられちゃうんですよね。なんですけど、相手がね、ちょっと早めに出してきてくれたんで、このようにね、まじゃじゃがちょっといきます。まあ、ただ生きてもね、生きてもって感じなんですよ。でもここでコウモリ来ると思ったから、超ザップ構えて音速ザップですね。はい。で、ここ、次に、相手がね、ウォールブレイカーとか足してくるかなと思っていろいろ構えてたんですけど、来なかったんで、この逆サイもし攻められてもいいように、まあ許容エレキですね。で、まあこのエレキもまた受けなきゃいけないといったところでね、さあ、ゴースト。ここで出すんですけど、早めに出すことによってね、この一発で抑えられます。このね、後ろのウォールブレイカー死んでるんでね、今ウォールブレイカー一発しか入ってないということで、まあ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 と。って感じですね。でこれ許容してケツペッカ、うん、やっぱね、枯渇とかこういうウォールブレイカーですね、細かい系に対してはケツペッカですね。ケツペッカして後ろからこうガッツリ形組まないと、こまめに攻めてもね、まあディガーも受けとしてこのように使えるんで、もうボムタワーディガー槍ゴブナイトそしてっていう感じでね、もう大変なんですよ。受けが5枚もあるんで、まあ、そんな感じでね、このようにマジャジャとかを出してあげて、でボムタワーがね消える頃に工場を出すと。さあ、で相手がコンミする。いやー、美味しい、いや、美味しいんですけど、ぽいと。こっちですね。はい。で、いうのがいって、で、ここまたケツペッカですね。さあさあさあ、おお、始まりだ。始まりじゃない。キングマイですね。あ、一応、ボールブレイカー来るかなと思ったんでね。警戒の、で、ここはエレキですね。うん。で、ここはマジアチャかな。ディガーを出したんでね、マジアチャは、そう。こっちに出していって、貫いてね、タワーを削っていきます。まあ、こっからはもう削りっすね。このポイズン打って、もう一枚ね、受けを出さないと、ペッカーをね、潰せない感じにして、ここもね、ユーノ追加して、ディガーを引き出すと。で、ここね、ミスったのが、こっちにね、気を取られて、ナイト、これマジやばいんすよ。このナイトに、マジね、600か800くらい削られて、そう、マジでね、死んだかと思ったっすね、俺も。この時点でもう、はぁ、って言ってたんですけど、生放送。昨日そう、生放送やってたんですよ。なんで、ね、全試合見たい人はね、生放送のアーカイブもね、あるんで見てください、ということで、でもとりあえずね、ここ、エレキでタギを取っていって、また両サイ攻めですね。やっぱ片方に固めすぎると、防衛ポイズンからのデリバリーみたいな感じで全部バコーンっていかれるんでね。そう、このエレキというのも、同サイドに固めてたら今、デリバリーでマックスいかれてたんで、そう。で、このように、はい、マジアチャとゴーストでね、完封していきます。はい、で、そうやってまたね、攻めのリズムを作っていくという感じでね、まあ、ここまでいっちゃったら、もう、このターンね、しのぎ切ったらね、俺の勝ちなんでね。はい、俺の勝ちって感じなんでね。そこで、まあ、もう一回ね、ペッカとかを出していって、よいしょ、という感じで、もしディガーが来ても抑えられるよ、っていうね、感じで、エレキだけはね、温存しておきます。はい。で、こう、ディガーを切ったんで、エレキを攻めで使おうかな、みたいなところも見せつつ、使わないですね。はい、使いません。絶対にエレキは攻めに使わん。さあ、そんな感じなんですけど、相手のこのポイズもね、結構いいポイズなんですよね。マジアチャが死にかける、死にかけるまで行くんですけど、なかなかいかんと。で、こっちね、俺、マジアチャこっちにいるから、逆、こっち側に寄せてくるかなと思って、端っこに出したら、どっちも貫けないっていうね。どっちも貫けないっていう感じなんですけど。まあ、こうやって出して、さあ、ザップ打って。で、言うので拾って、あ、もう拾ってるんでね。ここはもし貫けなくても、勝ちということでね。まあ、71歳でもね、ポイズンで終わってた。で、しかも、ディガーも拾ってたんでね。はい。もう完璧です。完璧。っていうことでね、なんと、そうですね。さあ、ラスト。もう、これですよ。ラストね、バルーン。もう死んだかと思います。てか、まずね、このアイスピ、初手アイスピ来たんですよ。初手アイスピ来た時点で俺ね、もう、あ、死んだ。あ、俺19勝だってなったんですけど、ね、もうクロスか26しかこう頭をよぎれなかったね。あ、死んだ。
感じだったんですけど、バルキリー来て、ちょっと待って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 つってこう胸をさすり始めてね、はっはっはっってなって、あーこれはバルーンだねってなって、ね、でこういうバルキリーとかこう なんだろうバルーンナイトとかですね、こういうなんだろう3コス4コスの重めの陸受けに対してはこうやってペッカ合わせることによって相手はね、こう受けが結構減らなくなるんですよ。うん、なんでね、このようにしてあげるとちょっとね相手もきつくなるよって感じで、こうトルネとかも切っていって結構ね苦しそうにしてますっていう感じですね。さあよいしょ、でこうめっちゃ踊ってるんで、ね、ゴーストでめっちゃ踊ってるのは分かってたんで、ゴーストしてで U のちょっと後ろに出してから工場ですね。さっき言ってた俺の黄金の構え、まあ、こんくらいアド取ってる時やっていいですね。4アドか3アドぐらい取ってる時はこの形超守りにくいんですよ。でここにエレキも追加してあげて、もう追加ですよね、追加追加。まあ相手ファルチ切ったばっかだったんでね、守れないのは知ってたんで、こうエレキも追加してあげて、普段ね8枚エレキ追加とかやんないんですけど、まあこんな感じでやってあげるとねめっちゃ入りましたね。はい、でこっからですね、まあ相手はマジェッチャしかないの知ってたんで、このようにバルーンを出していきます。はい、なのでバルーンこのように、シパ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 とやっていって、こうトルネード逆サイに剥がされたりするかなと思って、こうゴースト出したんですけどね、ゴースト、なんと、ね、キング起動されましたね。このゴーストね、ちょっと下手だったですね。もうちょっと待ってから、こう、マジアチャ、の前にこういうのつけてから逆サイゴーストみたいな感じで、こう、なんだろう、同じタイミングで守りにくいように散らしてあげた方がね、相手からしてもちょっとうざかったかなっていう感じですね。で、ここで俺500アート削り切れるかなっていう感じでね、結構怖かったんですけど。まあ、相手がね、バルキリーしかないのを知ってたんで、ね、ここら辺工場出して、バルキリー引き出してから、またペッカから展開していこうかなっていうところをね、考えてましたね。はい。さあ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 。たんですけど、これちょっとひよって謎にね、こうペッカーじゃなくてエレキ出しちゃったんですよ。でもやっちまったと思って、これ絶対バルーン来るやんと思って、もうバルーン絶対守れないんだよ、マジシだけじゃ。なんで捨ててこう8枚ペッカーと急遽ね両サイド攻め、完成させました。じゃあそうすることによってこの相手もね守りにくい、手札的に結構ねペッカーかどっちかが守れないっていう状況だったんでね、まあ右サイドを捨ててきてっていう感じですね。でこれエレキが生きてたんでね、工場つけて、まあガインは入るんですけど、まあバルキリー守られてそんなって感じですね。でここ、相手はバルキリーバルーンしたいかもしれないんですけど、ペッカ出すことによって、このペッカねめちゃくちゃいいんですよ。なんでかっていうと、バルーンに対してお前ペッカ出しちゃって意味ねえじゃがーってね思ったね、この広島県民の方いると思います。なんですけど、ここね、もしバルキリーバルーンディガーとか来たとしても、ペッカの近くにエレキを置くことによって、このディガーがねもしこうエレキに当ててきてもペッカバチコーンってしばいてくれるんですよ。そうなんで、でしかもバルキリーバルーン来てもそのバルキリーもペッカがバチコーンってしばいてくれるんだよね。実際バルーンだけみたいになるんですよ。だからエレキ出してこうマジェチャをね遠くに出してから、また両サイズでもこう完成させることができるのでね、もう入っても一発って感じで、なんでこの攻められたくないサイドですね、まあアリーナタワーですねとかに結構こうやってペッカを出すっていうのは割と有効になりますね。はい、相手がこう一旦待ってるんですよ。このように後ろからディガー出したりして、うわーやることねーって言いながら出してるじゃないですか。そう、そのようにこの後ろからペッカ出してあげることによってね、相手がすっごい攻めづらい状況になるんですね。でこっちバルキリーが寄ったんで、はい、もうバルキリーないよねってことで工場突っ込みました。でこれ2周目ファルチェ回してくるの分かってたんでね、左側はもう突っ込まずに逆にねこっちの右側のファルチェに、ペッカ直当てですね。でここで倒してくれたのがでかい。でここでね真ん中バルキリー来るんでね、まあ、ちょっとエリアだったんで、マジェチャ捨てちゃおっかなっていう感じでね、バルキリーにこうマジェチャ当ててあげて、まああれですね、はい、そんな感じで、まあ、ここはエレキサーないの知ってたんでね、まあマジェチャ U のが完成して GG という感じですね。こんな感じで、まあ、一発クリアすることができましたね。ほんとね、なんとね、俺結構ババゴヤ好きだとかこつに負けるかなと思ったんですけど、ね、まさか負けたのがジャイとゴレということでね、ジャイとゴレ以外には勝ってたんですよ。マジで履歴見てもらえればわかるんですけど、ババゴヤスキャラ結構来てなんですけどね、ババゴヤスキャラでここに連敗しても死んじゃおうかと思ったんですけどね、この前にもババゴヤスキャラ3回ぐらいかな引いて、エリゴレとかにも勝って、コカツホグとかにもね勝って、ババゴヤスキャラここにも勝ってるんですよ。だからこのババゴヤの前にペッカっていう立ち回りをね覚えるだけで、めちゃくちゃね有利に立ち回れるので、まあぜひね20勝してみたい人はね、そろそろで、今回この前の動画でも言ったんですけど、20勝したらこのようにね入れないんですよ。前の入賞チャレンジは何回でも潜れたんでね、1日目も4日目もこう難易度が変わらなかったんですよ。上手い人が潜り続けるから変わらなかったんですけど、今はねだんだん上手い人が抜けていくんで、まあかそっちゃいくんすけど、まあ強い人も抜けていくんでね、だん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 こう難易度もね簡単になっていくと思うんでね、ぜひ最後の方にねこう結構賞品もね豪華なんで
クリアしてもらえればと思います。そしてね、僕に報告してもらえればね、あ、嬉しいってなるんでね、僕にもね、報告をしてほしいですね。この動画に20章できた方はね、お前の動画見たから20章してやったぞこのタコがってね、言ってくれるとね、俺もありがとうってなるんでね、ぜひ言ってもらえればと思います。で、はい、これね、いつもとね、こう違う、もうね、ちゃんとね、こうユニフォームあれこれ逆、あ、ライジンついてた、ユニフォームを着てね、こう髪をね、寝癖、今日寝癖じゃないんですけどね、なんでかっていうとね、本日、18時からね、ミルダメなんですけど、大会がありましてね、クラロワ最近ね、結構細かいというか、60人とか120人のね、大会が結構開催されてるんですよ。で、この、俺がね、実況解説をね、務めさせていただくんですけれども、賞金とかもね、結構あって、そう。で、しかも全試合 BO5。で、しかもですよ、もう8500ぐらいの人もね、数名エントリーしたりしてて、8500はちょっと思ったかもしれない。8400ぐらいの人。はい。ちょっと、こう言われちゃうかもしれない。8400とかの人も結構数名エントリーしたりしてて、8300以上の人もマジで、もう500人ぐらいいるかもしれないんで。めっちゃね、激アツなバトルが繰り広げられると思うので、ぜひね、見に来てほしいの。まあ、これを機にね、見るでもとかもね、まあ、別に案件とかじゃないんですけど。まあ、実際ね、僕がね、実況解説するんでね、できるだけ多くの人に見てきてほしいなということで、これを機にね、入れて、見に来てもらえれば嬉しいなと思います。ということで、今日はこの辺で終わりです。また次の動画で会いましょう。バイバイ。